シューメイとクララをぶつけたいブ。濃厚な毒使い同士開口させて化学反応を楽しみたい。シューメイはきっと7枚しか売れなかったクララにクラクラーの CD 持ってる。というか毒使い全員ぶつけろ。開口しろ。仲良くなれ。モノホンの忍びのアンズちゃんと合わせてみたさある。クララってチヤホヤされるの好きそうだけど目の前で眼福とか言われたら猛烈にドン引きしてそう。7枚じゃなくて8枚だよ。次間違えたら芝くからね。クララが常識人になる組み合わせやめろ。クララがものすごく切れ味のあるツッコミしてくれそう。気取りまくったシューメイのダイマックスモーションみたいし、クララのビキビキテラスタルモーションみたい。もう何年も前からクララの上陸を心待ちにしてるアンズパイセンとホミカパイセンがいるんだから早くパシオに来い。シューメイは本物のシノブがいるから早く来い。クララはホミカとアンズ見てガチへこみしそうだし、シューメイはアンズと今日見て早口になりそうなので早く見たい。シューメイを芝く要因を配置したくなる。毒タイプ使いの強いネームドキャラって若い女性率が高くない？年配で最大者の協賛を除くとシューメイ殿のハーレムになる。集中力が高まるでござるな。アンズ、今日、シューメイ、忍者、ホミカ、クララ、シンガー、毒使いの半分以上が忍者なの面白い。これそのままボケとツッコミじゃない？今日、忍者ボケ、アンズ、ファザコンボケ、シューメイ、ボケ、ボケマスやってると確かに親子もボケ属性高いな。しかも意外と協賛のがボケ特性が高い。多分ゲイフリは毒歌うか忍ぶかの二択だと思ってる。アンズに向かって高まってしまって夜道で協賛に暗殺されかけて絶頂するシューメイ殿はいる。協賛意外と寛容で温厚だからそんなことはしない。と思う。でも本物の忍びに暗殺されかけたら喜び絶頂するシューメイはいる。シューメイには初対面のクララと待ち合わせして、普通の服装で黙って突っ立っててほしい。ここに時空の歪みで椿を一つまみしたい。歌えて兄貴が忍べる毒使いだからポテンシャルはあるはず。アンズ、若い才能ある修行に明け暮れた努力家。ホミカ、若い才能ある売れっ子ミュージシャン。クララ、結構年食ってる？才能は一応ある修行は3日で値を上げる売れないアイドル。大ヒエッグイ。ライバル少なそうだから選んだ毒タイプなのに。夕方の有名なクララにクラクラーのクララ殿でござるか。いやはや、実際にこの目で見られるとは光栄でござるな。あの CD 買ってくれたの？ふん、うちのファンなんだ。ちょっと嬉しいかも。もちろんでござるよ。CD どころか MV もよく見ているでござる。有能歌う姿を見ていると我の集中力がいろんな意味で高まるのでござる。高まるって何？ちょっときっしょいんですけど。襲名権にはなり得なかったか。この二人エメや言葉遣い難しそうなのにバッチリハマっててすごい。忍者モードの襲名のもろもろの発言にドン引きしつつ突っ込み入れまくってほしい。でちょっと慣れてきた頃にフード脱いだ襲名の素顔見て宇宙猫になるクララパイセンはいる。クララってゼイルや椿とぶつけられてるスレ見た時も思ったけど自分よりやべえ奴がいたら割と突っ込みに回るタイプだよな。クララがパシオに上陸した暁にはぜひとも現役アイドルかつ究極の光属性ルチアちゃんに出会ってあまりの眩しさに焼け焦げてほしい。逆にどうやったらクララからキュン呼びされるんだよ。ホップキュンの人を懐柔する能力がとんでもなく高すぎるだけのような気がしなくもない。シューメイ、クララ、椿、セイボリーのスレあったけどあれ面白かったな。毒使いって人によってどのメンツなのか考えが異なってくるけど、自ら毒使いを名乗ってるのは今日、アンズ、ホミカ、シューメイだけか。